ロンドン中央病院、総合病院へと足を運んでいた。ボディースナッチャーがこの総合病院に運んできたからには、あの死体はここに売却されたってことだ。運ばれた遺体はこの病院で解剖された可能性が高い。ここの病院は研究目的の解剖が盛んで、医学生の教育にも熱心だって噂だ。ってことはつまり、ここの医師に話を聞けば、あの死体の死因や共通点がわかるってわけだな。そうじゃなくても他で出た遺体を買い取ってるかもしれない。んで、このじいさんか。まさか世間は狭いって言うが、なんつうか、まさかウォルター医師じゃ。先生。いやあ、アーサー君、仕事は順調なようだね。そんな先生、急なことで申し訳ありません。気にしなくていいよ。いささか奇遇とでも言うかね。ええ、先生が診療所以外にも病院に来ていることは知っていましたが、検視、解剖については私の腕が認められててね。それで今日の話だが、こちらで解剖されたと目される遺体に関してお伺いしたいのです。この病院は定期的に遺体を引き取っては解剖している。それらは医学生の教育目的として私の監督のもと解剖を行ったよ。やはりそうですか。では解剖するための遺体の入手元はどこなんでしょうか。遺体の身元が気になるのかね。身元ではなく提供元です。それは難しい質問だな。プライバシーだからな。アーサー君、君とここで話していることは公式なものではない。応接室ではなく、こんな病室で話しているのがその証拠だ。あくまで私立探偵の個人的な調査に付き合っている、そういう認識でいいかね。ええ、お答えしにくいことを聞いているとは承知してますよ。そうかそうか。であれば君の質問にも答えられるよ。遺体は医学の発展のために貢献したいという慈善団体、善意ある市民から提供されたんだ。善意ある市民が提供する？遺族も了承済みだ。あ、ほらサインもある。市民からの提供？買い取りではなくですか？とんでもない。病院が遺体に値段などつけると思うかね。ただ善意を無償で受け取るほど私たちは傲慢でもない。つまり善意には善意で返すのだよ。つまり金を払っているということに変わりはないの？善意ですか。善意、善意ね。なんかこう最近善意って言葉が安くなってる気がするぜ。サインもあるって話だが、どうだかな。本当に遺族のものかどうかは判断がつかねえや。うさんくせえどころじゃねえ。確かなところは明かさないが、このじいさん相当な食わせ者だぜ。まさかウォルター先生が。先生がそういった不正を良しとするなんて。どっちかというとこの病院の方針じゃねえか。まあ、あの教団とグルってわけではないだろうな。じゃなきゃこの場に出てきてねえよ。先生、僕は先日病院側が複数の遺体を受け取る場面を見ました。それもとある教会から出た馬車からです。ほう、教会から。だからどうしたのだね。ボディースナッチャーから遺体を買い取ったのでは。この病院自体がそういった行為を認めていると、ウォルター先生もご存知ではないのですか。そんなことが君には関係あるのかね。ある。関係あります。僕だってロンドン市民ですよ。病院が遺体を買ってるなんて
そんな行為、とても許容できません。アーサー君、よく考えても見たまえ。ボディースナッチャーについて知っているということは、当然遺体を引き取る側は罪に問われないということも分かっているんだろう。罪に問われないことということは、つまり行っても問題のないことではないかね。古来より医師たちは人体の構造に興味津々だった。それは完全な興味本位ではなく、医学の発展のためだ。いくら医療の技術が進歩しようが、探求は終わらない。私たち医師が解剖や研究を行うことで、未来の病人や怪我人が救われるならば、それは尊い犠牲と言えないかね。へえ、このじいさん、なかなかものが分かってると言うべきか、ちょいと考えがぶっ飛んでると言うべきか。マットやな。なあ、アーサー君、君はどう考えるかね。僕は医学の発展のためとはいえ、ボディースナッチャーと遺体を取引するなんて。くっ。人として恥ずべき行為だ。尊い犠牲だ。これ両方とも言えるな。そういうわけにはいきません。遺体の取引なんてそもそも行われるべきじゃない。人として恥ずべき行為ですよ。と表向きはそう言いたい。今回の件に限らず、遺体が流通するなんて絶対に間違っています。なるほど、君の意見は分かった。だが今の会話は公のものではないと約束しただろう。私が話したことも真剣に受け止めてもらっては困る。ああ、これからの定期検診気まずくなる。アーサー君の要請で病院側から担ぎ出されはしたが、私はもともと自身の診療所がある身。ここの病院へも壊れてきているだけだ。そんな私にどうのこうの言ったところで、病院の方針は変わらないと思うがね。ごもっともで。確かにそうかもしれません。このじいさん、逃げ道はちゃんと用意するたちだな。多分ここをつついたって何も出ねえぞ。それにお前の目的は自分の正義感と倫理感で病院の不正行為を明らかにすることじゃない。教団について調べるんだ。今日の目的はそれだろ。ああ、分かってる。分かっていても我慢できなかったんだ。お話は分かりました。ウォルター先生に言っても仕方ないことというのも、ただせめて一度だけでもボディースナッチャーを利用しないようにと病院側へ掛け合っていただけないでしょうか。無理に決まってるだろ。分かった、やってみよう。病院側へは私から掛け合うとするよ。まあ時々来るだけの私の話が聞き入れられるかは別だがね。先生、ありがとうございます。病院に運び込まれた遺体については分かりました。それであれら遺体の死因について何か共通点はなかったでしょうか。共通点か。死因とか症状とか何でもいいんです。そりゃ臓器が薬漬けになってるでしょうよ。君の言うこの病院が最近譲り受けた遺体だろう。そうだな、紙の記録と私の記憶が頼りになるとすれば、それらの遺体の死因は全て呼吸器不全だったよ。呼吸器不全。病死ということですか。ああ、そういうことになるね。病死。呼吸器不全を起こす原因のようなものは何かあるんでしょうか。本来であれば呼吸器不全というのは突発的なものから慢性的なものまで原因は様々ある。
だがね、遺体はすべて急性の呼吸器不全。深呼吸して吸ったからだな。急に息ができなくなって死ぬ、そんな死因ばかり。遺体には目立った外傷はないし、年もバラバラ。老衰だとは言えないな。なるほど。あとはそうだな、死因は急性の呼吸器不全なんだが、どの遺体も他の重篤な病の末期状態だったんだ。末期状態ですか。手遅れってこと？もし呼吸器不全で死ななかったとしても、あの人々は遅かれ早かれ他の病気で亡くなる可能性が高いということだな。つまりそういう人たちばかり集めているということなのか。病気の種類は様々だったがね、さらに共通点を言うのであれば、長患いになりがちで痛みの強い病ばかりだな。先生、ではもう一つ、これを見ていただけませんか。これは何らかの薬物が染み込ませてあるようだが、これをどこから手に入れたんだ。とある筋から入手した常在符と呼ばれている紙です。それ言っちゃったらわかるのでは。それには麻薬が染み込ませてあるらしいのですが。なるほど。医療用？これは医療用の麻薬だね。鎮痛や麻酔にも使える。我々の仕事には必要不可欠な薬だ。解剖した遺体にこの麻薬を使用していた形跡はあったのでしょうか。形跡だと確かに言えるわけではないが、麻薬の主な効果は鎮痛、陶酔、高容量の摂取を行うと昏睡や呼吸抑制を引き起こす。こういった麻薬を過剰に摂取することで呼吸器不全を起こす可能性は高いだろう。麻薬ってのは昔は合法だったのだがね、依存性が高く危険だからと今は軍用や医療用にのみ使用を制限されているんだ。医療関係者が提供している？麻薬は使い続ければ耐性ができるから、効果を得るにはより多い容量が必要になってくる。乱用すれば死の危険が増すばかりだよ。そんなものが勝手に病人に使われているなんて。失礼しました先生、重篤な病の末期症状とはどの程度苦しいものなのですか。種類にもよるが口では言い表せないね。鎮痛剤などを使わずに耐えるのは難しいだろう。マジか。でしたらあの遺体、彼らは末期症状の痛みに耐えるために違法な医療用麻薬を摂取して、ジャックハンマーの骨延長手術みたいな痛みかな。考えられるな。ああいった病の治療には莫大な金額がかかる。長患いともなればその治療期間も長くなるだろう。痛みに耐えかねて手足を切断する者さえいると言われる。だから残念なことに貧しい人たちは治療を受けられないんだ。はっ、まさに地獄の沙汰も金次第ってやつだな。金持ちは治療を受けられるが、貧乏人は死ぬまで苦しむってことだ。そんな。不満そうだね。だが医療機関というのも慈善事業で医療を行っているわけじゃない。薬にも医療機器にも多額のお金がかかるんだ。わかっています。ですがそれでは
貧しい人たちは。ああ、私としても残念だよ。マフィア役に立ってね。さて、聞きたいことはこれくらいかね。何か他に力になれることがあればいいんだが。いえ、ありがとうございます。少し頭を冷やして考えを整理してみます。そうかい。何を調べているのかは聞かないけど、アーサー君がそんなに感情をあらわにするんだ。きっと人の命が関わることなんだろう。ええ、それも大勢の人がどうにかしなくてはと思っているんです。そうだろうね。前ほどには気がめいっていないようだが、気をつけたまえ。君は繊細だからね。感情が不安定になるのも良くないよ。つまりだな、医者にかかる金のない連中が教会に救いを求めにやってくると、麻薬で感覚や痛みを鈍くして治ったように見せかける。奇跡だなんだと理由をつけて頻繁に通わせ、より強い麻薬を与え、中毒者にしていく。クズが。気がつけばどっぷりハマり、金づる信者の出来上がりだ。んで、中毒死した信者は重病人だからって言い訳が立つ。そのまま教会で葬式を挙げて埋めちまえば、そいつが麻薬中毒者と知られずに処理できる。ああ、もしかしたら死体も掘り起こして売ってるかもな。儲け放題やん。連中がそこまでやったって不思議じゃねえ。死んじまった信者に身寄りがなければ、その死体を病院へ売り払って金に換える。商品の売り先は引く手あまたで、相手も口が固い。こりゃよく考えられてやがる。天国から地獄までの周遊コースだ。追加料金で道案内はついてねえが、うさんくさいとは思ってたがな。奇跡だとか救いだとか大それたこと言ってるだけに、えげつないやり口だぜ。ジャックの生前はこういう奴らを殺して回ってたってことかね。何も知らねえ貧乏人を食い物にする魂胆が気に食わねえ。イラつくぜ。間違ってる。うん、合ってるだろう。あのじいさんの話も踏まえりゃ、こんなのすぐ。違う、あいつらのやり口のことだ。許さん。あんなのは奇跡じゃない、偽物だ。信徒たちは騙されているんだ。だったらよ、どうするんだ相棒。お前に体を貸すぜ。やつらはどうしようもないクズ野郎だぜ。だがお前に何ができる。探偵一人が声を上げたって信者がなびくと思うか。一階の探偵に過ぎない僕に何ができるかって、そんなの決まってる。全てを白日のもとにさらし、無理やりにでも教団から引き離す。ミシェルも他の信者もそうだ。メインテーマだが、信者どもはもう麻薬中毒者だぜ。人生の先も短い重病人で、違法麻薬の使用により逮捕だ。刑務所で医療を受けると、結果的に死ぬのは避けられないとしても、人として正しいことをするべきだ。するべきだってな、お前の主観的な考えじゃないのか。お前の行動で相手の人生が変わるんだぜ。それを受け入れられるのか。背負うさ。間違いは正して、あるべき形に戻す。いいだろう相棒、お前のやり方見ててやるよ。俺が裁く。でどうやって。警察、ローリーを呼び出し、教団の調査結果について報告を行った。つまりサルーフ福音教団は奇跡で偽装した麻薬で人を引きつけ、金をむしり取り、客が死んだら今度は死体を病院に売りつけることで金に換えている。麻薬マフィア以上のクズ。そしてミシェル先生もその連鎖に取り込まれている。このままいけば病気で死ぬ前に麻薬中毒で廃人に、
死後も教団に利用される金づるになる。これはロンドンに対する宣戦布告である。そういうことになるね。どうも連中には強力な後ろ盾が存在してるらしい。僕が乗り込んでいっても平然としていたよ。後ろ盾ね。念のため言っておくけど僕たちではないよ。分かってるよ。報告はこんなところだね。ありがとう、アッサ。危険もあっただろうに、よく調べてくれた。これは約束の報酬だ。いらん、まだ終わってはいない。この件で君に依頼する調査はこれで終了だ。あとはミシェルと僕の問題になる。ああ、そうだね。で、この調査結果を見た君はどうするんだい？このまま放置しておくのか？そんなわけないだろう。ミシェルだけじゃなく、他の信者も教団から引き離したいと思っている。と言うと？信者たちへ真実を伝える。教団の嘘を暴いて彼らに正当な道を進ませるんだ。無理無理君らしいな。とりあえずミシェルは私が止める。そちらは君の好きにやればいい。二面作戦ということだ。ああ、お互いにうまくいくことを祈ってるよ。祈り。今は嫌な言葉だよ。タブーや、うん、そうだったね。今回は神頼みじゃない。僕らが頑張るんだ。皮肉やな。よし、僕らも行こう。行くぞ。マフィアと警察が協力する。で、探偵よ、俺たちを呼び出してわざわざ伝えて情報ってのはどんなものなんだ？アリーさん、シャーロット、時間を作っていただいてありがとうございます。いえ、構いません。有益な情報だと言っていましたか？僕はとある調査依頼の過程でサルーフ福音教団と名乗る宗教団体において医療用麻薬の不正使用のほか、ボディースナッチャーとしての死体売買や詐欺といった犯罪行為の現場を目撃しました。サルーフ福音教団が麻薬の不正使用？それにボディースナッチャーによる死体売買ですか？君たちは何を調べていたんだ？教会から運ばれた遺体が市内の病院に売却されていることも確認しました。おそらく医療用麻薬の中毒で死亡した信徒の遺体だ。自分たちで殺した人間の遺体まで売却して金に換えるってか。クソ野郎どもが。クズどもが。本当にひどいです。絶対に許せません。整った顔っていうことはやっぱゲーム内でも美人扱いっていうことなんか。納金女だと思ってた。ああ何がだよ。ああ、いえ、ハリーさんってそんな風に熱くなるタイプじゃないと思っていたので。そうですね、ハリー先輩っていつも不真面目ですから。お前が真面目すぎなんだよ、シャーロット。だが俺だってロンドン市警の警官だ。病人騙して金を巻き上げるなんて輩は許せねえ。その気持ちは僕も同じです。裁判になったら証言しますし、調査記録もありますよ。ただ現場を抑えることが一番手堅いと思います。あの教団、何らかの後ろ盾があるみたいです。真実を誰に話そうが無駄だ、そういうことを言われました。後ろ盾ね。そいつについては死刑で掴んでる。おお。サルーフ福音教団の先については裏取りが進んでてな。ちょっとハリー先輩、アーサーは情報提供者といっても部外者ですよ。死刑の内部情報を漏らすのはまずいですって。そんなつもりはない。まずいですよ。俺はお前と会話してる。粋やな、ロックやな。いいか探偵、
これは俺たちの仕事の話だ。居合わせるのは勝手だが、聞くんじゃねえぞ。聞こえても忘れろ、ハリー。ええ、もちろん。僕も警察の内部情報なんて知りたいとも思いません。それなら結構、シャーロット。問題ねえな。問題ありますよ。さっきは警官として情報提供を受けてたのに、今は無関係を装えなんてめちゃくちゃです。けど私は聞かなかったことにします。勝手にどうぞ。分かってきたじゃねえか。だそうだ。共犯者にはならねえそうだぜ。で、サルーフ福音教団の先だが、ある議員が絡んでるってことを死刑は掴んでる。教団を通じてかなりの金が流れてるのは確定だ。議員？汚職議員。ロンドン議会の議員か。あ、いえ、誰かは聞かない方がいいですね。その方が賢明だ。とにかく後ろ盾として権力者が関わってるんだ。あの教団そのものが金稼ぎを目的として作られたんだろう。信者に対して麻薬を不正に使い、対価として金を受け取る。人の命をもてあそぶ商いをしてるってわけだ。つまりザッカは利用されている。情報提供ありがとうよ、探偵。これで奴らをぶっ潰す外堀が埋まる。証拠を整えたら踏み込めるぜ。あの、僕も協力させてもらえませんか。協力？悪いが、警察の仕事に探偵の出番はね。お前は十分世のためになることをしたよ。ええ、調査の過程とはいえ危険な教団と接触していたんです。情報をつかんで証言いただけるだけでも大助かりですよ。あの教団に通っている人たちは騙されているんです。病による痛みを消したくて、間違ってはいるけど教団の言う奇跡にすがっているんだ。知っているかにかかわらず、違法薬物の使用は犯罪です。彼らはこのままだと罪に問われますよね。せめて説得と自首を促したい。マジ？知って騙されてたとしても捕まるんだ。自首したって減刑はされないかもしれない。それでも情状酌量の余地はあるはずです。彼らは被害者なんだ。説得は僕が行います。お願いです。どんな形でもいい、協力させてください。わかりました。罪を憎んで人を憎まず、人として正しい行いですよ。ぜひ協力を依頼しましょう。いいでしょね、ハリー先輩。いいだろう。それなら探偵として依頼しよう。信者の説得と避難誘導を手伝え。死刑からも人を出すが、それの講演だ。やった、アーサー、頼りにしていますからね。説得ね。ありがとうございます。いいか探偵、ヘマはするな。俺たちの邪魔もなく